いいねが17以上ついたらバーはサイドバックにコンバクト確定。ちなみに17はブラニの背番号です。残念でした、15ですね。この前乃木坂の握手会でニラ代表としてメンバーに猫ニラって YouTuber 知ってるって聞いたら真顔でした。お金返してください。いや、あなた絶対にやってはいけないことの一つですよ。それは国民的アイドルに、そんやめてください。僕が怒られるんで。ちなみに誰行きました？怖くの時にミナミンス。いや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 、マジでやってるんかい。高評価よりコメント多いの草。これはもうずっとです。私のチャンネルの動画はずっとそうです。なんで普通さ、まあ、高評価とは言わずとも高評価か低評価かね、そっちの数の方が多いでしょ絶対。コメントより高評価も低評価も押さずコメントしかしないってどういうことなん？ YouTube の動画的に ありえるんですかそんなこと。遅えよ、動画更新しない間1週間で7日経ったわ。当たり前なんだよ、1週間は7日なんだよ。猫ニラさんが動画を上げないんで風邪をひいてパチンコで負けてスピード違反で捕まりました。どうしてくれます？まず風邪をひいてるのにパチンコに行ったらダメだしね。風邪をひいてるのに車運転してもあんま良くないし、パチンコで負けてスピード出ちゃうってもうそれ一番ダメなやつです。バーの着ているインナーってワークマンで500円で売っているやつですよね。自分も最近仕事用で買いました。なんで分かったんです、ワークマンで売ってるあのインナーっていうことが。何回も言いますけど FC 東京大好きっていうハンドルネームでベルティのアイコンやめてもらっていいですか。昨日猫ニラさんを見かけました。え、どこ、イングランド代表として初ゴールありがとうございます。素晴らしい、いいゴールありましたよね、弾丸シュートの。見ました？皆さんちゃんと見ていただけました？スケジュール確認します。バイエルンミュンヘンとのチャンピオンズリーグです。今宵はリーグ戦もう終わるんじゃないか。まだか、まだだな。え、これユーロ親善試合、親善試合か。とにかくもかくにも今日はバイエルンとやってグラナダとやってバイエルンとやると、そういう形でございます。でデータベースを確認させていただきます。大会情報、まあチャンピオンズリーグから見ましょう。決勝トーナメントどうなったかというと、前回ですね、パリが負けたんですね。パリが負けてアトレティコ負けたと。で次の組み合わせがバイエルン、レアル、ユベントス、リバプール、バルサ、ドルトムント、バシャクシャヒル、ロコモティフ。なんかすごいね、偏ったね。ビッグカード3つと、ビッグカードじゃないって言うとロコモティフとかバシャクシャヒルに怒られちゃうんですけど、そういう感じになってます。はい、なんか割れた。で、ゴールランキング等は、バーしてないんで、チャンピオンズリーグでは。ちょっとそこを目標にしたいね。あ、また見つけた。先生、アシストもしてないよね。してないと思ってます。自分では。してないね。ただ、ラリーガ・サンタンデール、リーガでは、素晴らしい活躍をさせていただいてます。まず1位。1位です。で、ゴールランキング、もう2位。だからこう1年間シーズン通してたらメッシと同じってことでしょ、これ。ねえ。メッシ以上か。そうだよね。得点は取れたんじゃないのこれ。はい。だバイエルン相手なんで、ちょっと怖いんですが、やっちゃえ日産っていうことですね。バイエルンのメンバー、レバンドフスキー。前回のポーランド戦ではなんだかスタメン外れていたんで、で、ペリシッチ左、右コマン。コマンの怪我がちょっと心配ですけど、どうなりましたコマンの怪我は。その後ちょっと見てませんが、どういう状況なのか。トップ下にトリッソとかいな、チアゴ・アルカンタラ、トリッソあたりがね、トップ下来てもいいかなって気はしますけど、来ないんですね。はい。で、ゴレツカとチアゴ・アルカンタラのボランチ、ハビ・マルティネスとか、控えですか。はぁ。左がリュカ・エルナンデスゲで、ズーレとボアテングか。で、右サイドバックがキミッヒで、キーパーがノイヤーと。はい。いや、しかもいますからね。控えにもとてつもない選手たちが。アラバが控えですからね。はい。マジで言うてますっていうことになってます。ニャブリもいるしね。怖えけど。ミュラーもいるしね。で、こちらはアセンシオが左ウィングでスタメンと。クロース、カゼミロ、モドリッチの中盤。はい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 。まあいけるんじゃないでしょうか。いきます。これいけなかったら男じゃねえ。
いや、アリエンツアリーナっていうのがね、ちょっと怖い。ちょっと怖いですけれども、ね、はい、すげえ盛況だな、バイエルンサポーター。やっぱりね、ドイツブンデスリーガはほら、結局全世界の中で一番客入ってるでしょ、ここ最近ずっと、ね、平均1試合の平均観客動員数でいったら1位でしょ、ね、リーグのとてつもない人気のブンデスですから、いきますよ。ここバイエルンを黙らせれば、またバイエルンからできちゃったな、頭が逆に。え、何ですかその頭の色は。やりますよ。ただ体力がね、ちょっと過密日程により体力がないんですよ、あんまり。だからあんま走っちゃうと前半で変えられるっていうパターンあります。まあ、変えられていいんですけど。いや、ディアゴ、コマン、ちょっと大丈夫、コマンから右サイド、大丈夫、ナイディクロース対応します。早めに出したらいいんじゃない、早めに、そう、いいよ、はい、トニクロースから長いボール、はい、うまい。いや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 、嘘やん。コマンとバーのどっちが足早いか対決っていう見ものもありますから。いや、それ詰めた方がいいよ、複数人で、ほらほらほら。いや、ちょっとつながれてますね、バイエルにボール持たれてますね。いいよ、どうする、アセンシオ、また中央へ、いや、ゆけゆけある、うわー、惜しかったな、今のクロスに関してはたまに出る惜しいやつ、たまにしか出ません、クロスの惜しいやつは。バーからはめちゃくちゃボール持たれてんだけど、どうしたらいい、これ長いボール、ナイス、それをつなぎたいよ、ここ拾って次につなげたい、マドリー、うん、何もしてなさ具合がちょっと光り輝いてる、カルバハル、空気以外何もんでもない、オッケー、カルバハル、カルバハルはいいクロス上げるでしょ、外超えるよ、私が、じゃあ一回後ろ下げてカルバハルに外行ってもらって、トニクロース来た、ああ長いボールを振ります。相手もね、なんかロングボールでちょっとリスクを犯さないサッカーしてきてるんで、来た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 、ほら、アセンシュ、アセンシ、モドリッチ、エンゼマへのボール、いやいや、ピッピー、ゴレツカ、オッケー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 、ゴレツカ、君チェックしてんね、バーのことをちゃんとスカウティングしてきてるの、さては。いや、ボールいってますけどね、これもらいます、伝説の得意技、これはチャンスだ、ダメなんだよ、だからもらったらコメント欄で叩かれんぞ、またミカエルなんですからもする、あー、ちょっとこれは硬い試合です。よし、ちょっと後半バーがやっぱこうマークされてんだよな、バーなんかマークしなくていいと思うんですけどね、バイエルンの選手たち。アザー入ってきた、ちょっと俺、私より先にアセンシオ変えます。ジェディーヌ先生はやっぱり信頼してんな、バーのことを、ひょっとして。奪ったらカウンティーだよ、そう、これチャンスじゃん、カウンターを仕掛けます、ナイス、抜け出しモンスター、いい、無理逆にミューラーも入ってきてんじゃん、ミューラーがトップしてやってる系か、これもしかして。いやー、ちょっと怖いですね、キミヒの上がりも。ナイス、ちょっとそれミューラー打ってくるから、奪ってカウンティー、どんだけ取れないボール、あ、ナイスキープー。いや、ちょっと押されてんな、やっぱホームの重圧みたいなものもありますからね、アリエンツアリーナはやっぱりサポーターの質量ともに。OKOKOK、 守れてはいる、あっ、用なし、バーバーここでつらい、相手もそんな攻めてこないですね、まあ、点を取られる方が嫌ってことが。大丈夫ですか、人数かけてきてるよ、巧みなフェイント、
よし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 、まあ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 超つまんねえけどな、動画的にはよ。まあいいでしょう。わが支配され、バーの1本だけシュート、マジ。本日の対戦、何かコメントございますか。両チームがお互いの持ち味をしっかり出しています。そうっぽいですね。リバプールとユベントスも引き分け、バルサがドルトムントに勝って、ロコモティフ強っ。まあこれでセカンドレグは面白くなったでしょう。さらに面白さの激化で、グラナダリーグ戦はもう負けるわけにはいかんのんです。スタメンにも選ばれてます。負けていい試合なんてない。あ、違う、バランの喋り方は負けていい試合なんてない、いつもないかっていう感じです。はい、まあ、絶対負けちゃいけないんですよ、バーはね。自分にも相手にもベイルにも負けてはいけない。まあ、ロドリゴを他チームに追いやってる選手ですから、バーは。あの今をときめくロドリゴをね。さあやっちゃえ、日産グラナダ。この時間はグラナダ、負けらんねえ戦い。こちらの一戦を楽しみいただきます。イングランド代表でも活躍したね、リーグ戦でも活躍して、チャンピオンズリーグでは一切活躍を見せない、この赤い宝石の子、赤い宝石の子っていうあだ名です。頑張りますよ。リーグ戦でちょっと調子をつけて、チャンピオンズリーグ あのセカンドレグに爆発させるっていうような算段でいきます。前半ゲームはスタートしています。いや落とせねえんだよ、フィジカル神なんだから。神じゃないです、神です。期待していることと思います。中行っちゃう、中預けて走る、モドリッチ。アザがもう本当ロストマンか、お前は毎回言うけど。ナイディチャンス、そこ早いな、パスが。全体的に早いな、パスが。そうですね、まあサイドの厚みはしますけども、一つ懸念としてはいいんじゃない、サイドバックの裏に上がってスペースができてしまうので、そこのケアは、ね、こっち行って、こう行って、まさにカウント、コントロールカーブ、全然真正面。チャレンジはしません。後ろに流す。バランから大きく縦。いいよ、繋がってる。ギリ。ギリな。内防。来た。得意の角度。中にワントラしてシュート打つの得意じゃん、バーは。それは何点かそれで取ってきてんじゃん、今までも。こうでいいでしょ。内防。仕掛けるか。よしよしよし、入ったでしょ、入ってないの、これはどうやら。いや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 、入ったでしょ。入ってないの。キーパー前へ蹴り出します。完璧、打つんかい、打つんかい、それベンデミン。右空きましたよ、今、バーが。やっぱリーグ下位には圧倒できるね、レアルだと。バイエルンにはちょっと支配されましたけどね、普通に。ナイボ、これを決める。よっしゃよしよし、キュッキュ見せます、久々に。このゴールパフォーマンスが一番似合ってる、やっぱり。可愛いんだもん。可愛いですよ。これ得意なやつですよ。だからこれ得意なんですよ。斜めにパスもらってね、まあこれは真横からでしたけど、ワントラップしてシュートっていう、これもポジション無視用の、ポジション無視用のこのね、これが一番いい。バーバー、クリームピザマシュートできないから、これが一番いい。いいシュート打つな。キュッキュッチュッキ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 ュッ、なんなんこのパフォ。これをチャンピオンズリーグでもやりたいですけどね。いや、まずいんじゃない、ちょっと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 、あ、終わり。よし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 、いつものアザール。そう、ここで受けて、ここで打ったってダメなんかい。いや、ボール奪えんな、中盤で。イスコ、いやいや、体力ないとそうなるよね、知ってた。大きく縦、もう体力全然ないから85分ぐらいなんかなと思ったら、まだ70分いってなかった。
やばい。でも交代はしないんですね。信頼感。あ、危ねえ。あのね、やっぱジダン監督とアヤン・ラフテーに行ったんで、おととい。それが効いてるのかもしれない。僕は何で、キャプテンリーグで活躍できるでしょうかっていう悩み相談したんで、なんて言ったか分かりますよね、皆さん。その悩み相談をした結果、このピッチングにも立たせてもらってるっていうのがありますから。ちょっと1点取られたら危ない。これをちょっと引き分けだと抜かれる可能性あるんです、バルサに得して。グラナダ、ここでファールをもらいます。狙っていくんじゃない、これ。いい位置です。ほら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 、アブリルラビー。あ、アブリルラビー、集中してますよね。いや、まずいな。ディフェンシブにしてるしな、レアルが。オッケーオッケーオッケー。体力ないから、あんまり走らせないで。体力ないんだって。いいね、いいね。いや、体力ないからさ。でも呼ぶんです。いや、あとちょ1分だから耐えて耐えて。おし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 、危ねえ。パス伸びたからよかったけど、終わり終わり終わり。おし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 、ナイスゲーム。バーチャットジュニアが完全にこれはもうマンオブザマッチ、間違いない。いや、いいゴールでしたね。試合率はそんな変わんねえのか。さあ、北沢さん、いや、よかったよかった。いや、非常にいいですよね、これはね。バルサは勝ってますね。まあ、もう90ぐらいだったら優勝していいんだけどな。バルサとレアルでかもう、あの、固め取りしすぎなんだって、勝ち点を。他がもうちょっと頑張ってれば優勝ですって、これもう。能力も80いくと思うんだけどな。このプレースキックとかフライパスとかが上がってくれば80いくと思うんだけどな、オブヤル。で、バイエルン・ミュンヘン、この試合は大切ですよ。あ、キュッキュやってます。キュッキュやってますね、これはね。エディアザーカーパスコフラーカチス、あーとレンシュさん、トレンシュの結果さあ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 、そう言ってます。スタメンですね。素晴らしいスタメン、スタメンの鬼。レアル来てから基本的にほぼスタメンじゃない、ほぼ。調子はいい。ただ体力がないな、そこが問題ですね。しかもアラバがスタメン戻ってきてますね。ハビ・マルティネスがセンターバックか。ボアテングがベンチ行っちゃったんだ。なるほどね。ユカエルなんですがセンターバックやってます。はい。ズーレも控え、ベンチ替え。はい、よし、絶対点取る。さあ、今回はレアル・マドリーホームです。ベルナベウでの試合になります。やっちゃうぞ、やっちゃうんだぞ。この時間はマドリー対バイエルミュンヘン、こちらをご覧いただきます。頼むぞ。バーの表情をちょっと見たいんですけど、バーが映りませんね。やっぱコンプラ的にダメなんか。いや、映った。ギリギリね、ギリギリね。はい、よろしくお願いいたします。よし、行くぞ。人生かけてこい、バーは。頼むぞ。オッケー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 。最終的に決まらない場合はいいよ。ナイス、モドリッチに。いやー、ちょっとごめん、マイナスに行ききんなかった。これ戻った方がいいな。あ、まずいない、まずいない。アベーゴールはオッケー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 。アブリルラビーン、ね、ちょっと怖いな。持った瞬間周りのスイッチが入って全体が攻撃になりますよね。カウンターしたいけどな、コマンの方が早い、やっぱりクロスより。ユカエルなんです。なんか早くね、相手動き。ディアゴ、ユカエルなんです。取って、むちゃくちゃ攻めてきてる相手。サイドのスペースへ人数かけて、上田クロス、ナイディ、チャンス。マドリー、というシーンでしたが、ここはしのぎます。はい、さあ、カウンターのチャンスになります。ない、うわ、嘘じゃん。1点取るしかないな、これ先に。
いいよ、そっち足元で欲しい。うわー、溝内に当たった。カゼミロ前半29分がナイボ、これ当ててベンゼマに渡る。打つんかい、ベンデミー。それはビオラモス長いボールを、これベンゼマに当てたい。そう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 、サイドへナイボ、こっちに切り返して。いや嘘じゃん、そんなついてくる。トニクロース右空いてるって。そう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 、はいカゼミルから、はい、いやでけえドリブル、嘘。ニャブリ、ニャブリから、もう前半はいいや、 0-0 で。おし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 、前半終了です。前半0対0します。いやちょっとまずいですね、1点取られたらもう終わりと思った方がいいよこれ。とりあえず先に1点、絶対に何があっても先に1点取られたらもう終わり、終わりと思った方がいい。前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。セカンドハーフゲームスタートしています。右開いてんね、両チーム左か。後半に動きがあるんでしょうか。ナイボ、いや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 、取って、いやまずいな。おしおしおし、まあラモス、ラモス、バーズ、いいよ、ファールだけどね、なの、いいよ、ベンデミーが中に流れ、中に、ちょ、もう一回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 、打てってこと？残ってる。いいよ、チャンスチャンスチャンス、あるある。さあ繋がるか。ある。オフサイ？オフサイドです。オフサイか。もう同じタイミング。うわ交代。何もしていない。何もしていないぞ。相も変わらず。頼む勝ってくれ。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。この位置で受ける、まずくね。うわ、なぜなぜ終わった、何してんのそれ。うわチャンピオンズリーグ負けんのか。2点取んなきゃダメだもんね、あとそもそも。うわ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 、おい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 、終わった、終了のお知らせだこれ。完璧な、何してんだこのディフェンダー陣は。いやーチャンピオンズリーグの夢ついえたりか。あらま、これは悲しみの、ホタルの光が流れているんでしょうか、これは。そうですね、ティアゴ、コーチーニョ、抜けてくる、当て直しを狙った。うわ、ボコボコにされてます、チョケられてます終わった、ベスト8だこれ。コウチーニョが割ってもえげつねえんだから。これ見てください、このパス。いやー死んだこれ。懲罰スタメン落ちありますよこれ、懲罰で。うわマジか、強えよバイエルンよ。いやーリバプール勝った、リバプール逆転勝ちだ、すげえすげえな。でバルサ勝った、バイエルン、リバプール、バルサ、ロコモティフですね。うーんなかなか厳しい。いやマジか、これしょうがないですね。あコマンにコマンに慰められてる。結果は残念だったけど、チームは団結してリバプール、マルトンプロセス。
やっぱほらコマンもね、バーチャットは自分にね似てるものを感じたんでしょうか、やっぱりプレイスタイル的にもね。そういうことかな、そういうことにしておきたい。いや、ちゃんビッグイヤー取れずか。これ出るのかな、データベース大会情報、国際大会チャンピオンズリーグ決勝トーナメント組み合わせ、あ、リバプールとバイエル、ロコモティフとバルサ、なるほどね。はあ、なるほど。チャンピオンズリーグで何もしてませんよ、このアイスキャンディーみたいなチュッパチャップスみたいなやつは、わたあめみたいな髪の毛の 色してるやつ何もしてねえ。ただまあラリーガでは点も取りましたし、今日1点でしたけど、まあ、順位表で言ったら1位で、ゴールランキングも2位ね、はい。アシストランキングは、15位。しょうがないね、こればっかりは。ビッグイヤーは来季にお預けですね。レガネス、レバンテ、エスパニョル、次回そこ行きたいと思います。あ、待って、もう終わりか、もう終わりだな。で、親善試合があってもう終わりだ、シーズン終了だ、もうすぐ。コマン、来年また戦おうぜ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。